かったかしら。地下にはもともとたくさんの、私たちが行こうとしてる校区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが拠点にしたほどだから。流浪者といえば大抵はおとなしいんだけど、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういうやつらは校夫たちと3日に1度やり合って、彼らの物資まで奪っていく。でも今回は違った。2日前に突然、国王区は地下にとっての命綱よ。事態を収めようとボスは遅延を校区に。そうだあんた、いいわ。またいい。あれ？お医者さん？ナタム。ナタ！ナタまで来てたのね。ゼール、それにオレグは見かけなかったわ。コーフたちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。コーフとゴロツキの間で激しい衝突が起きて、この人たちはみんな甲府やその家族たちよ。ことを起こした人たちを探しに来たの。もう少し先へ行けば流浪者たち。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。見積もって。マジ？そんなでかいニュース全然聞いてないわよ。みんな秘密に従ったからよ。多くの鉱区が劣化に侵食され、仕事をなくした。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで。君の結局激しいで、君たちがここにいるのは。いいや、それが目的ではないわ。頼み事があるなら手を貸すぐらいで。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。へえ、それは私は君たちを見ての通り、地下は今厳しい状況。
新しく発見された巨大鉱脈、あそこが衝突の中心になったところよね。さあ上がって見てみましょう。前の人寝てるのかな。近づいてみましょう。力になれるかもしれない。こんなところでよく寝、ほら起きて。こんなところで避難、俺すごくね。奴らのやることだからな、何でも奪いやがるん。あれ、そういえばどうやらボスはすぐ前のようね。あんた、あ、起こしてくれて。あの子、第一採掘チームのエレインよ。エレイン、大丈夫？ゼール、ちょうどいいところに来てくれ。あ、3つ目の生ロボットがどこか、最初は採掘機、どこから湧いてきたの？きっと採掘チームの。じゃあ答えはスバローグ、ファイトクラブで倒。あ、そうだ、説明すると長く。大丈夫よ、ゼール。人類に敵対するロボット、こんなの初めて。このエレベーター、もういいって。お、でもバカタレが。ない、採掘チームを狙うなんてズーズた。もった、己を解き放つ準備を。反抗、陽動、霊落、いたずらしちゃうぞ。いくよ。あれ、これの、あんな、何これ。ビビビビ、どういう、この世界の技術、もしかしたらビビ、あのビビビビビ、自己し、ホーム用探査ビビ、よそ者スタ、なんだ、壊れてビビ、そう、私は朽ちることなし。大したことない。争いに意味はない。やっ、乗ってる。この機会を逃すな。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。正義はここにあり。騒ぎを起こしたくは。争いに意味はない。こっからが本番だよ。乗った。
痛くも痒くもない。後悔しても遅い。この曲をあんたに。あれ、あっちが騒がしいね。喧嘩してるみたい。状況を確認しに行こう。弱い者ばかりを狙うくせして、スバローグの手ふざけんな。ロボットとやり合ってどうする。この鉱山はもともと私たちの縄張りよ。食って寝るしか脳のない豚どもが人さ恥知らず。まったく。はああ、こうみ何するつもり。遅延遅延とうるせえんだよ。あいつらやるつもりよ、あの甲府たち。おのれ。そりゃあんたは落ち着いていられるかもしれないけど、私も行く。あいつらの好きにはさせない。おっと、これはまたどちら様で。ここが誰の縄張りか知らねえのか。お黙り。少なくともあんたたちのじゃないわよ。全員でかかってきな。こっちは急いでるんだから。ゼーレ、よく来てくれた。ザ子供が。あんたたちが無事で何よりよ。オレグさん、彼なら人を連れて行動に向かったわ。もう随分経つわね。やはり問題点はスバローグなの。スバローグはシルバー、彼は人類の守護者を自称してるわ。主どうしてこんなことをするのかは誰も知らない。ロボットを支配する。へえ。あんたたち剣二人ともいちいち険悪にならないでよ。先そうね。でも、おお、正直なところ、アントニア。問題ないわ、ゼーレたちこそ。争いに意味はない。やっ、こっからが本番だよ。もっと始めるか。そこまでだ。生死虚実、一年のマナリ、同点元気、超無一角。はっで間違いない。塞がれている。完全に塞がれちゃってるね。待ちなさい、これは採掘地。そう言われても。仮想部の人間なら本体とシャーシをつなぐプラグと後ろに交換できる部品を探さないと。ビビ、これ自分か。ビビ、どうぞ探していく。さ、入力画面は校舎のプラグ。校舎のビビ、よビビ、マッチング成功。ビビビビ、類似物品を。
ターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょう。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、利用規約により本機は検索結果の真実性信頼性を保証するものではありません。詳しくはスターピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、利用規約により本機は検索結果の真実性信頼性を保証するものではありません。詳しくはスターピース。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。スリープモードに移行します。どれどれ。ピピ、めっちゃ便利じゃん。ピピ、悪くない考えだ。ピピ、風刺。ピピピピ、ルージュ。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピピピ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。スリープ、これで部品は助かったよ。ちゃんピピピピピピ、そうラッキーだったね。それは大げさだと思う。ゼルがやるの。私以外に誰がやるわけ。仮想部の人間は何をするにも自力でやるの。あんたたちも見習いなさい。やった、無事にな出発進行。前の行動はすでにロボットに先行。止まって、緊急停止。あのタイプ怖がることないわ。ルールは破るためにある。下手に動くな。静止虚実移動点検機超無一角。はっ、もったっ、ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。争いに意味はない。
放つ準備は反抗陽動霊落後悔しても遅いやっこの曲をハイになれっ始めるかふっ想定外の反撃だったな。本番だよ乗ってるこの機会を逃すな覚悟しろ